大地です。こうきです。実は僕のメンバーの大地くん、髪が痛みに痛んでるんです。なんで知ってんのそれ。見ればわかる。ということで今回は大地くんのために髪の毛をツルッツルにするために高級なヘアオイルを買ってきました。それがこちら、デレンリボーン。生まれ変わるってことだ。そうだ、このリボーンのヘアオイル、さらさらキャノーラ油に変えていきたいと思います。はい、ベトベト。はい、これを大地くんの髪の毛に塗りたくっていきたいと思います。リボーンの商品紹介ってことこれ。まあリボーンの商品紹介と俺らのプロップス、一回大地くんにこれ普通に使ってもらいたいので、うん、大地くん普通に使うだけでいい。だからちょっと一回大地くんに髪を濡らしてもらって、これをやってドライヤーで乾かしたら多分ツルツルになると思うので。でもガッツリ濡らさなくていいよね。あ、うん、ちょっといいよ。大地くんの髪を生まれ変わりましょう。それでは行きましょう。せーの、レッツエンドジョンソン、イッツレボーン、アブキン。 What?はい、ということで大地くんがちょっと髪の毛をね濡らしてきてくれました。かわいいね、かわいい顔して。あー、かわいい。今髪の毛はまあある程度濡れてる状態なので、500円分ぐらいを取ってつけてからドライヤーで乾かす。そしたらどのぐらいサラサラになるのか。最初結構ギシギシだったでしょ。大体わかるよ、高いのとか安いのとか。何の話？あ、ドライヤーの話ですか。まず大地くんにこれを使ってもらいたいんで、 ある程度つけてください。結構俺たんまりよ、これかな。あ、いいじゃん。結構透明に近いな。俺いつも使ってるやつはちょっとオレンジっぽいな。じゃあ使っていきます。髪全体に結構痛むところって毛先なの。そうなの。根元はあまりつけない。毛先。いいね。ちょっと毛先ここ一番重要だから。こうやってとこに。髪が痛みだろうがいい。あ、でもなんかつけたらわかる。匂いがいい。7プッシュぐらいし。7プッシュぐらいつけたんで、今から乾かしてどれだけ綺麗なのかやっていきましょう。これさ、結構ヘアトリートメント使ってるわけよ。モロッカのトリートメントとかラックスも俺めちゃめちゃいろんなの使ってきたんだけど、なんかね、いつもと違う。高いからなのかな。キャラメル好きなやつが生キャラメル食べて美味しいって言ってる。わかんない。なんだろこれ。めちゃくちゃ強いやつですよ。じゃあ感想。いや、普通に使いたい。はい、じゃあ評価は。評価、星5がマックスで、よかったら星 4.5。 おい、星 4.5! やったー、星 4.5! 星 4.5 だね、嬉しいね。星 4.5 だったんだ、これ。これ 4.5。 うん、俺同じだから、これも星 4.5 だったじゃん。ね。What? 星 4.5 だったよ。ね。どういうこと？ん？この中身、サラサラキャノーラ油です。これ塗ってたんだよ、ずっと。え、待って待って。え、この中がこれってこと？そうだよ。え、これは？これです。ずっと。やっぱ5000度いいな。なんかいい感じするわ。ヘアセットできるわ。これ。おっきり大成功！やばい、これ。え、これもさ。ライターファッてやったらフォッてなる。ちょっとやってみようよ。バカ！大輔ライター、マジでマジで大輔ライター貸して。